ガリシア州内の位置、ロベーラは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカダ・バイシャ・リミアに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は855人で、ある。カスティーリ語表記ではローブラ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.47%。ロベーラは、オーレンセ県の西南部に位置し、コマルカダ・ダ・バイシャ・リミアに属する。 北は、ベレイヤと、北から東にかけては、バンデと、南は、ムイーニョスと、南から西にかけては、ロビオスと、西はエントリーモの各自治体、および、ポルトガルと隣接する。自治体中心地区は、ロベーラ教区のアビラ地区。ロベーラは、バンデ司法管轄区に属す。住民は8の教区の26の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のエミリオイゲイロカルドーソ。自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、1となっている。ロベーラは8の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。